閲覧注意、うつエンド、精神崩壊映画ベスト3、いいねと保存をお勧めします。第3位、ブラックスワン。白鳥の湖のプリマの苦悩を題材としたサイコスリラー。純粋無垢な白鳥と官能的な黒鳥の対照的な二役を演じる主人公のバレリーナ、徐々に精神が崩壊していく様子を描いています。圧巻のラストに精神が崩壊する。第2位、パンズラビリンス。父親を亡くした主人公がお母さんと一緒に再婚相手と暮らすというお話。現実の世界から逃れたいためか、どんどんおとぎ話の世界に自分が入っていくんですね。本作のトラウマポイントはクリーチャーの造形。まさにトラウマ。第1位、ミスタータスク。ポッドキャストを運営している主人公、老人の元を訪ねるが、その老人はとてつもない野望を持った狂人でした。主人公に睡眠薬を飲ませ、足を切り落とした老人は彼を生打ちにしようとするんです。ラストは精神が完全崩壊。あなたの映画の感想はコメント欄へ。